フランクフルトのゼンケンベルク自然博物館、ゼンケンベルク自然史協会は、フランクフルトアムマインに本部を置く協会である。ゼンケンベルク自然博物館などを所有運営している。自然科学の研究と研究成果を一般市民に利用可能とすることを目的に設立された。1817年に、フランクフルト生まれの文豪ヨハン・ボルフ・ガング・フォンゲーテの提案で、 フランクフルトの市民によって設立された。1808年にハノーファーに設立されたベターウィッシュ・ゲゼルシャフトをモデルとしている。名称はフランクフルトの医療、教育のために施設、財団を残したヨハン・クリスティアン・ゼンケンベルクを記念して名付けられた。1867年に法人化された。フランクフルトのゼンケンベルク自然博物館やゲルリッツの自然種博物館、 いくつかの研究所を所有、運営している。ありがとうございます。